申し訳ございません。すいません皆さん、大変ご好評いただいております、あ、Bレジェンド柿谷でございます。ですね、大変ご好評いただいておりますこのペコポコセットなんですけれども、3月7日のお昼12時まで、セット価格で販売いたしますって言ってたんですけど、ちょっと在庫の方はね結構ゆとり持って持ってたんですけれども、非常にご好評をいただいてですね、なんと28だから2日ぐらいで売り切れちゃいました。ごめんなさい。でね、ちょっと今後どのようにするかっていうことも含め、ちょっと社内で検討したいなと思うんですけれども、ちょっと何でしょう、もう週末になっちゃうんでいろんな各方面動いてないのでですね、ちょっとどういうふうにするかっていうのをスタッフ一度慌てております。で、またねちょっと週明けにでもこういう形で今後進めますっていうことを、何かお知らせできればといいんですが、とにかく一旦ですねちょっと在庫がなくなっちゃって、7日までセット販売安くしますって言ってたのが全然売れなくなってしまったっていうことに対してのお詫び動画でございます。で、このペコちゃんポコちゃん、これ1個会社にあるんですけど、すいませんこれ1個だけ誰かに譲るっていうのもしてもあまり意味がないように思うのでごめんなさい。これは僕が飲みます。あれ怒られる？すいません。はい、まずありがとうございますね。もうこんなに短時間であっという間に売り切れちゃってありがとうございますなんですが、これだけねペコポコセットも皆さん反響いただいているので、せっかく買いたいと思ってホームページに来ていただいた方がですね買えないということが本当に申し訳なく思っております。なんかねお詫びも含めなんかできないかなと思っております。はい、すいません。じゃあちょっと取り急ぎ、ペコポコセットを完売しちゃってごめんなさい動画を お届けしました。はい、また何か来週ちょっとどうするか、今後どうするかっていうのをまた動画で流したいと思います。それではすいません、申し訳ございません。